原井隆氏は、日本の政治家。徳島県吉野川市長、元徳島県議会議員。徳島県尾江郡山川町生まれ。山川町立川田小学校。山川町立山川中学校。徳島県、立脇町高等学校卒業。1998年4月、鳥取大学工学部に入学。大学を中退し、2002年1月に、 原井木材工業と富士木材工業に入社。2009年7月、原井林業代表取締役に就任。2012年2月、富士木材工業代表取締役に就任。2014年、日本青年会議所の四国地区協議会会長に就任。徳島県議会、吉野川選挙区の三木徹る県議が参院選に出馬するため、2013年に辞職。 その後継として2015年4月の県議選に無所属で立候補し、無投票により初当選。2019年の県議選も無投票で初当選。同年9月10日、吉野川市長の川又哲也が長閉塞のため死去。これに伴って10月27日に行われた市長選挙に後藤田正澄衆議院議員、三木徹参議院議員、 徳島市長の遠藤明、三馬市長の藤田元春、石井町長の小林敏人、剣町長の県、西茂らの支援を受けて、立候補。同僚の自民党県議の橋本隆も立候補。後藤だと反目する、飯泉加門知事、自民党県連会長の山口、俊一衆院議員らの支援を受けた橋本との一騎打ちを、制し、初当選した。当日有権者数、 35009人最終、投票率62.44%。ありがとうございます。